はい、では、続きをいきたいと思いますね。先ほどは、十九願の教えを話をしてきました。十九願の教えを、まあ、先ほどはですね、三福の話を十分にすることができなかったというか、ほとんどしていなかったので、具体的に何をしたらいいのかっていうことがちょっと不透明だったと思いますが、質問の内容がですね、三願転入ということだなのでですね、具体的な内容については端折らせていただきたいと思います。そこでですね、十九願を、実践していくとですね、問題となるのが自称と自閉と言われるものです。そこで二十願の話に移る前に、自称と自閉というものはどういうものかということについてですね、少し説明をしないと、先に進めないのではないかと思いますので、これを理解するためにはですね、どうしても因果の道理を知らないといけません。因果の道理を理解しないとわからないと思いますので、ここを少し説明をさせていただきたいと思います。まずこの因果の道理というのは、原因があって結果があると、こういうまあ道理ですね。原因があって、結果が起きると。で、特に仏教ではですね、この原因とは私の心のことでありね、結果というのは私の生きている、世界のことです。ですかね。ですから、私の見ている世界はですね、外と内ということをちょっとね、分けましたけれども、外というのは私が見ている外の世界、外の世界っていうのは見ているこのね、環境ですね、生きている環境、生きている世界で、内側というのは自分の心の問題ですね。心で、仏教ではですね、私の心で思っていることが世界に、思っていることによって、自分の心で思っていることによって世界を生み出していくと、こういうふうに教えられています。だから私の見ている世界は私の心の現れなんですよ。だから私たちはそのなんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかとね、思ったりすることもあります。なんでこんなに苦しいのか、どうして幸せになれないのか、そういうふうに思ったりすることもあります。で、一生懸命ですね、自分のこの見ている世界を変えることによってね、その見ている世界を変えることによって、幸せになろうと思うんですよね。ところが見ている世界をどんなに変えようとしてもですね、幸せに、ね、なることはできないわけです。分かりやすく言えばね、その派遣切りになったっていうことでね、政府を恨んでね、政府なんとかしろーと、こういうふうに、
いくら言ってもですよ、幸せにはつながらないんです、私たち。これは外を問題にしている、ね、また政治が悪いっていうことでね、麻生さんね、何とかしてくれというのも外を問題にしている。会社の中で言うならね、なんであんな上司と一緒にいなければならないんだろうと、こういうふうに思う心もね、それは外を問題にしているってことですね。なんでこんなに私は貧しく、貧しいんだろうと思うのもね、外を、問題にしていると。で、私たちはもう外ばかりを問題にしてるわけだから、苦しいことがあったらさ、あいつのせいだ、こいつのせいだってこう思うわけですよ。何かね、自分にとって都合の悪いことがあったらね、それをね、引き起こしたそのものを探し出してね、あいつのせいで今こんな目にあったんだとかね、こいつのせいで今こんな苦しい目にあったんだとか、そういうふうに思おうとする、ね、自分がその、一生懸命頑張っているのにね、何かね、自分の大事なものを壊そうとしてるやつがいると、あいつのせいだとかね、インターネットのせいだとかね、そういうような、なんかこう誹謗してくるものが問題なんだとかね、そういうやつらをなくせば幸せになれるんだと思っているのは外ばかりを問題にしてるわけ。こういう外を問題にする教えをですね、外を問題にするということで外道っていうんですね。外道、外道っていうのは外を問題にするっていうことですね。なんていうんですかね、その問題があったらね、あいつが悪いんだとかね、責任の所在を一生懸命調べようとする。あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、あいつがね、こういうふうにするからいけないんだと。ひどいことを言われたらね、あんなひどいことを言うやつがなんでね、うちの会社にいるんだとかね、思ったりする。苦しいことがあったらね、なんであいつがね、同僚としているんだと、こういうふうに言うと。私のね、知り合いの方のね、勤めているところではですよ、そのこんな方がありました。そのある人がね、その40過ぎてもね、女性の方なんですけど、結婚ができないとね、それでね、どうして結婚ができないのかっていうことでね、その占いの本をね、まあ見たわけですよ。そしたらね、どうやらね、同じ星のその私と同じ星の生まれであるあのね、何々さんがこのね、会社にいるからね、私は結婚ができないってことが分かった。あの人がいるから結婚ができないのよと、こういうふうに言っていた人があったそうですけどね、実際に。この場合ですね、あなたが結婚できないのはあの人がいるからじゃないです。それは多分あなたのいわゆる心の内側に問題があるんだと思うんですね。人を批判するとかね、人を非難したりとかね、あいつのせいだ、こいつのせいだと怒ったりとかね、それでいて自己中心的で、周りのことを見ていないとかね、そういうようないわゆる心の問題が世界に影響を与えてね、今こういう結果を受けているんだ。これがいわゆる因果の道理ってことなんですね。だからなんか因果の道理と聞くとね、そのこのものが発生したのはどういう理由なのかとかね、そういうことを想像しますけれども、そうではなくてね、いわゆるそのこういうことになったのは何でかってことです。突発的に事故にあったとかね、そういうことではないです。その長い時間をかけて生み出してきた環境ですね。一時的に台風にあったとかね、火事にあったとかね、交通事故にあったとかね、そういうものじゃなくてね、いわゆるここでいう世界っていうのは日頃の種まきの結果の世界なんです。それはあなたの心で常に抱いているものが生み出した世界なんですよって教えられる。で、この心の内側を見ればね、その苦しみの原因が分かるんです。
そこで心の内側を問題にする教えを内道って言うんですね。だから仏教っていうのは内道の教えなんですよ。だ常に自分の心の内側に原因を求めていく教えなんです。どんなことがあってもね、それは自分の心が生み出してきたものなんです。その、まあ、仏教的に言うとね、自分の心で思っていることはちょうど種のように、その自分の心の中にこうね、溜まっていくんです。そこから抱き続けているっていうのは、種が芽を出し、そしてその成長していきてですね、そして結果になるっていうことは、もう抱き続けてきたものがですね、その大きな木となってしまったってことなんです。こうずっと抱いていたものが、だから心で思っていたこと、その一回一回は小さいかもしれないけど、それを抱き続けていくことによって、あなたはその報いを受けないといけないっていうのが因果の道理なんです。だから人をね、恨んだり呪ったりね、人を、傷つけたいとかね、愚痴をこぼしたりとかね、そういうものを抱いている人は、それは一時的ならいいですよ、一時的ならいいけど、常に思い続けている人は、やがてあなたはですね、その心に思い描いた世界の中でね、苦しまなければならなくなるんです。だから人を恨んでいる人はね、周り中から恨まれる人になるんです。人を呪っている人はね、周り中から呪われるようなね、人になるんです。人をですね、苦しめたいと思っている人は、それはその周り中から苦しめられるようになるんです。反対にね、人を幸せにしてあげたいと思っている人は、やがて周り中から幸せに、あなたのことを思ってくれる人たちによってね、幸せにしてくれるようになるんです。だから愛をね、欲しければ愛を施しなさい、幸せが欲しければね、幸せを施しなさい、お金が欲しかったならばね、お金を施しなさい、物が欲しかったならばね、物を施していきなさい。あなたの心の中で思い続けているものがやがて結果になるんです。だからずっと思い続けていないといけないんですよ。で、私たちは大体ね、いいこと思ってないんです。いや、いいこと思うことはあっても、続かないんです。人を恨んだりとかね、呪ったりとかね、人を傷つけたりと思うようなことは、ずっと思い続けていても平気なんです。だけどね、人を幸せにしてあげたいとかね、人をその喜ばしてあげたいとかっていう心はね、ちょっと思い通りにならないと、すぐにもういいやってことになっちゃうんですね。こういうふうに、いわゆる自分が幸せになりたければですね、その幸せの種をずっと心の中に抱き続けていかないといけない。これを清らかな心になるって言うんですよ。清らかな心にならなければ幸せには絶対なれないんです。それがやがて世界に現れてくるから。で、反対に不幸なことを思い続けていたならばね、それがやがてあなたを不幸に変えていくんです。このように、いわゆる自分の思っていることがですね、あなたの世界となっているのにね、そのことを疑って信じようとしないのを自閉って言うんです。ね、あなたの今の心の中が見えないからね、
あなたが今受けているその結果をですね、信じることができないわけ。あなたの心の中の姿が見えればね、あなたが今受けている結果は間違いなくあなたが常日頃思い続けていたことなんです。一回や二回じゃない、ずっとだよ。ずっと思い続けてきたから今こういう結果を受けてるんです。一度や二度じゃない、もうずっとなんです。だけど私たちは自分の心を平っていうのは隠しているから見えないんです。わからない、自分のこの内側の部分が全く見えていないから、だから外側のことばかりを問題にしてね、あいつのせいだこいつのせいだとそう思うわけです。そしていわゆるあなたの心があなたの世界を生み出したんですよって言われてもね、信じることができない、疑うわけです。因果の道理を疑うわけです。疑うというのはこの道理を疑うわけですね。あなたの心があなたの世界を生み出しているんだ。そんなことない、私が苦しんでいるのはあいつのせいなんだと。私はね、そんな悪いことなんて思ってない、ひどいことなんて思ってない、私はそんなこと思ってない、なのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと思っているのが因果の道理を否定しているからなんですね。だ、因果の道理を信じるっていうことは、自分の起きた結果は全て自分の心で思い抱いていたことなんです。思い続けていたことなんです、ね、大根の種をまけば大根の結果が、大根の芽が出るんです。まあ、この場合は大根の種をまいてずっと抱き続けていたから大根の実ができたわけですよ、ね。みかんの種をまけばね、みかんの実がなるんです。そしてそれはあなたが外のせ、その心の中で思い続けていたことが結果となるわけですよ。幸せになりたいと思うなら幸せな種をね、周りの人に施して行かないといけない。それがやがて自分を幸せにするという結果をその結ぶんですね。人のことをね、呪っていたりね、人のことを恨んでいたりね、どんなにひどいことを言われたとしても、どんなにひどいことをされたとしても、どんなに損害を受けたとしても、人を恨んだり呪ったりするとね、結局苦しむのはあなたなんです。その人を恨んだり呪ったりすることが結局人を恨ま、人から恨まれるような世界というね、結果を生み出すわけ。人を恨むという種がね、ちょうど大根は大根の、大根の種から大根の実ができるようにね、人から恨まれるような世界を作り出してしまうんです。だからね、人からひどいことを言われてね、恨んだらね、バカを見るのは自分なんです。人からひどいことをされたからといってね、あいつが悪いんだと思ったらね、損をするのは自分なんです。だから人からひどいことをされた時ほど本来はね、いやいやいや、幸せになる種をねまだまき足りなかったんだなと思って反省して、幸せの種をまいていける人は幸せになれるんです。これが因果の道理なんです。これがね、本当に分かったことを人心因果っていうんですね。この因果の道理っていうのが仏教の根幹ですから、その仏教っていうのはこの因果の道理を抜きにしては語れないんです。これがもう本当に一番中心となるものなんです。だから外を問題にするのはね、もう下道なんですね。だから人からひどいこと言われたから、あいつが悪いんだって思った
だからね、これ外道なんです。ひどいことをされた、損害を受けた、傷ついた。だけどその傷ついた相手を探してね、でひどい目に遭わせようとかね、なんとかしようっていうのは下道なんです。仏法者のやることじゃないんです。それがね、まず基本にあるんですね。だけどそれを認められないのが自分にとって都合のいいね、その幸せがやってきた時は、そうそうそう、私は日頃からみんなのことを思ってるね、優しい心を抱いてるからこういう結果がやってきたんだと思うんです。ところが自分にとって都合の悪い結果がやってくるとどうかっていうとね、なんで俺はこんな目に遭わなくちゃいけないのか、それはあなたが日頃そういうことを思い描いてたからそういう結果を受けてるんだけど、認められずにあいつのせいだ、こいつのせいだって思うのがいいって言うんですよ。こういうことですね。そしていわゆる、このね、自傷っていうのはね、じゃあ今からね、分かりましたと、反省して良い種をまいていきましょうと、分かってもね、過去の悪い習慣が残って良い種をまくことができない。日頃からね、悪いことを思っている人がね、いきなりいいことを思うことができない。これ自傷って言うんですよ。それがいわゆるこの執着っていうことが原因なわけですね。愛っていうのは、ね、今まで自分のやってきたことが良いことであれ悪いことであれ執着するからね、日頃人を恨んでいる人はね、いきなり良いことを思ってくださいと言っても思えないんです。日頃ね、悪口ばかり言ってる人がいきなり悪口をやめることはできないんです。それが自傷って言ってね、頭で分かっていてもできない心なんです。だからこれを聞いてね、道理そのものを疑うのを自閉って言うんですよ。どんなに信じていても、いざ自分にとって都合の悪いことがやってくると認められなくなるのが自閉って言うんです。それに対し過去の種まきがね、業力が強すぎて悪い種まきをやり続けすぎてですね、分かっちゃいるけどできない、分かっちゃいるけどできないのを自傷っていうんです。で、自傷と自閉のためにですね、私たちは自分の行いを改めて幸せに変えることができないわけです。この自分の心を変えてね、いわゆる心の種まきを変えて、そして幸せを生み出すまでその心を抱き続けていこうってことができないんです。あなたのもう今引き起こされた世界ってのはもうあなたの心でずっと思い続けてきた結果なんですよ。それをね、世界を変えるところまで良い種をまき続けていくっていうのはね、とっても大変なことなんです。だけどその外側からね、内側へと心を変えるのをね、仏教って言うんですね。だから外を問題にしている限り、それは仏教ではないんです。そこを心の内側に変えていくわけ。あなたの心を反省してね、あなたの心を変えていけばね、みんなはね、皆さんみんな幸せになれるんです。だけど実際はできないんですね。やってみると自傷があって自閉があって、迷いの命ってのは、要は外を問題にする心を迷いの命って言うんです。心の内側なんてね、どれもいいと、外が原因なんだとね、あいつが悪いんだと、こいつが悪いんだと、頭でどんなにね、そうじゃないんだと分かっても都合が悪くなるとね、やっぱり外が悪いと思い始めるのを迷いの命って言うんです。その命が死ぬまでね、死ぬまで種をまかないと、結局こう迷いの命に惹かれて、今はいいですよ、いい心をね、思っていることができてもね、なんかね、ひどい目にあったらすぐに悪いこと思い始める。だから迷いの命が死ぬところまで
良いことを思い続けていかないといけないわけです。これが十九願なんです。だから死ぬまで、臨終までね。臨終っていうのは迷いの命、こういう下道的な考えですね。その下道的な考えがその完全になくなるところまでね、やり続けていかないといけないんですね。ところが実際はそのやっぱり迷いの命に惹かれて、私たちはどうしても外ばかりを問題にし、心の内側を問題にすることができない。そこで阿弥陀経にはね、正善根福徳の因縁を持ってはってことですね、177ページですね。右から 1,2,3 行目にですね、正善根福徳の因縁を持ってはかの国に生まれることうべからずですね。正善根福徳の因縁というのは、私たちが一生懸命努力をしてってことですね。努力をしてこのいわゆる道理に従うことはできないってことです。道理に従ってね、行くことはできないっていう意味なんです。自分の努力によって、浄土っていうのはいわゆるどんなことがあっても自分の心が原因だったんだとこう知らされてね、そして自分の心を変えていく、そういう種をまいていくことのできる人をね、浄土の人っていうんですよ。それだし下道の人っていうのはね、もうとにかく外が悪いと。そして凡夫はですね、仏法を聞いているから心に原因があるんだと分かっていても都合が悪くなるとね、すぐに下道的な考えに変わってしまう人。で、正善根福徳の因縁っていうのは、私たちのようなねものが一生懸命頑張って心の内側に原因があるんだと思ってやっていてもね、その浄土にまでね、迷いの命を殺してですね、そしてこの因果の道理に、ね、本当の意味で従うということができないと、こういうことなんですね。そこでどうしたらこの自称と自閉をなくすことができるのか。それは自称と自閉が起きてくるのは全て、心の汚れが原因ですね。まあ、言葉を変えると心の赤がですね、いわゆるそうさせる原因なんです。で、私たちは、何もしなくてもですね、心の赤が溜まっていきます。で、これについてもまたねちょっと説明がしたいんですけど、二重眼の話をしないといけないので、これはまた次回に回します。心の赤についての話も、これもすごく大事なところになっていて、この仕組みをよく知るとね、仏教の教えを実践していくっていうのはどういうことかっていうことが分かってくると思います。で、ここはちょっとそのね置いといてください、すいません。この心の汚れというものがいわゆる溜まってくると自傷と自閉が起きてくるというね、いわゆるこういう関係になってます。だから心の汚れがねなくなれば自傷も少なくなり自閉も少なくなる。だけどこれは溜まっていくものなので、溜まっていくとまた自傷が起きてき自閉が起きてくるわけ。だからこの心の汚れをですね、取らないと求め抜けないわけですね。そこでこの心の汚れを取るために十九願ではね、正善というものが教えられていて、阿弥陀仏とその浄土をですね、阿弥陀仏とその浄土を心で思い浮かべることによってですね、この心の汚れを
懺悔をして滅すさせ、まあ滅することができるとね。いわゆる上善をすると何が違うかというと、この心の汚れがね、溜まってきた汚れをさっとなくせるんですよ。それは清らかなものを思い浮かべるとね、汚れたものが消えるからなんです。ところが清らかなものを思い浮かべようとしても、汚れがいっぱい溜まってくるともうね、どうしようもなくなるんです。この汚れがね、ほんのわずかな間ね、これ溜まっていくものなので、ほんのわずかな間浄土を思い浮かべようとしたら消えます。だけど心の汚れがどんどんと溜まってくるとですね、浄土を思い浮かべようとしても思い浮かべることができないんです。こういうことですね。そこで、何が必要なのかというと、その私に浄土を思い浮かびさせてくれる何かが必要なわけです。それがいわゆる二重眼の念仏の教えとなります。だから二重眼はこの部分をいわゆる補強してくれるものなんですね。この浄土を私の力で思い浮かべることができないから、他の方法で浄土、つまり阿弥陀仏とその浄土、阿弥陀仏を思い浮かべることができないんですかってことなんです。それで念仏というものが出てくるわけですね。念仏にすがるようになる。この念仏というのは、まあ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の念仏を唱えてね、できればいいですよ。浄土を思い浮かべることができるなら。でもそれができるならね、それはいわゆる上善の部類に入るわけですよ。だからそうではないってことです。南無阿弥陀仏と唱えることによって浄土に、浄土を思い浮かべようとするのはね、これは上善なわけです。だから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えてね、浄土が思い浮かべられるんだったらね、その自分で思い浮かべられるんだったらね、その問題はないわけです。そこで時間もだいぶ迫ってきましたので、この十九願はですね、一言で言うと、この浄土を思い浮かべる、つまりこの自生自閉をなくすためにね、心の汚れをなくすために浄土を思い浮かべることは、自分の行によって、行によってこの自傷と自閉をなくしていく、心の汚れをなくしてね、自傷自閉をなくしていく、自分の行によって、十九願は自分の行によってなくしていく教えなんです。これをですね、行につけて真を断つっていうふうに言われます。これはどこにあるかと、445ページ。行につきて真を断つ。445ページの左から 1,2,3,4,5 行目に、行につきて真を断つと。これは自分の行によって真を得る方法なんです。行によってですからね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と一人で念仏を唱えているのも十九願に入るわけ。ここにね、行につくでですからね、自分が一生懸命善をすることによって、南無阿弥陀仏を唱えることも全部入ってね、行につきて真を断つとね、行につきて真を断つ、
口で生身だ仏を唱えることも行につきて真を断つでね、それで浄土を思い浮かべることができるならね、やってください。生身だ仏、生身だ仏、生身だ仏、念仏を唱えてね、浄土を思い浮かべることができてね、心の汚れが取れるなら念仏を唱えてください。だけど二重願はもう自分の行では浄土を思い浮かべることもできないし、ね、浄土を思い浮かべることもできないし、心の汚れも取ることができないと知らされた人なんです。その人はじゃあどうしたら念仏ができるかということについて、阿弥陀経の中にはですね、極楽には鳥がいると教えられてるんです。これは174ページ、右から 1,2,3,4 行目にね、また次にシャーリー法、かの国には常に種々の奇妙雑色の鳥あり、白光空尺をオウムシャリ下両瓶が愚妙の鳥なりっていうふうにあってですね、極楽には鳥がいて、そしてその後にですね、左からその後に3行後にですね、この声を聞き終わりて皆ことごとく念仏念法念想の心を称ずるとね、仏を念じ法を念じ僧を念ずってこう言われてね、ここに極楽の鳥がいてね、その極楽の鳥の声を聞くと念仏ができると。念仏ができるっていうことは心の汚れが取れる、ね、そして自生自閉をなくすことができる。だから極楽の鳥を探してください。どこにいるんだってね。この極楽の鳥は鳥じゃないんですよ。鳥によって救われるわけじゃなくて、その極楽の鳥は一つの例えで、その極楽の鳥にあたる方が善知識という方なんです。善知識という方、そう、善知識の教えを聞くことによってですね、私たちは念仏をすることができるんです。だからどうしてもですね、三眼天女の二重眼に入ると善知識の存在が必要不可欠になってきます。熟眼はね、行につきてだから自分の行によってこのね、心の汚れを取っていけばいいんです。だけど二重眼は行に対してね、これは忍につきてって書いてあるんです。460ページ。忍につきて真を断つ。これは460ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、忍につきて真を断つとこう言われて、この善知識の教えによってですね、浄土を念仏ですね、浄土を思い浮かべ仏を念ずることができるようになる。そして心の汚れが取れて自傷と自閉の問題がなくなるわけです。だから忍なんですね。自分がどんなに頑張ってもこれダメなんですよ。その善知識がどうしても必要なんです。
ただ全知識の教えを漫然と聞いていてもダメなんですね。しかもこれはまた全知識自身にも、ね、そうなる、その極楽の鳥のように解かないとダメなわけです。極楽の鳥ですからね、喜びいっぱい解いていないと無理なんですよ。喜びいっぱい、そこで親鸞聖人は念仏となる条件をですね、教えられているところがあるんですけど、ちょっと時間とね、なってしまったので、ここはちょっとお話しすることはできませんが、とにかく二重眼というのはこの念仏がすごく問題でね、それで念仏というのは全知識によって教えを聞くことによってですね、念仏することができる。私たちは自分の力で浄土を思い浮かべることはできないけれども、その念仏をすることによって浄禅を実践することができるわけです。最終的には自分の本当の姿がですね、知らされるところまで進みます、この二重眼によって。最後は阿弥陀仏のお力によってですね、真を得られる。行によらなくても、人によらなくても真を得ることができるわけですね。だから十九眼は行によって真を断つに対しね、二重眼は人によって真を断つ、で十八眼は人によらずしてですね、真を断つことができると。これによって、この因果の道理を本当の意味で知らされることができると、こういうことですね。時間となりましたからこれで終わりたいと思います。